あ、今もう通ったね。聖子の家並みは通ったから、あ、設置後か、設置後の家並みは通ったんで、湯も行ったから、ここからちょっとこの塚だけ見ときましょうか。肥後塚っていうらしいです。今頭の中でカッパッと、もう今ね、何せ風呂まで入っちゃいましたからね。だいたい実は頭の中入りましたから、こっちから抜けてたらかのか、あ、いや、こっちから抜けてていいんだ、こっちから行った方が良さそうだ。駅構内の完全案内先にやっちゃいましょうね。そうでした。うちはうちでちゃんと企画持ってますからね。ちょっと粛々とその企画をやってくださいってことです。ニアリーコールイベントを諦めとも言えますけど、いやすごいですね。あ、でもこれ濡れタオルめっちゃ効く。で、ここ入ったところなの、この奥にあるの、すごい精米してる、まあ、お米すごいですね。ほんと昔ながらの立派な家並みが、あの家の門とかが低いのが、あの昔からだなっていう感じがしますよね。完全に昔の方のあれに合わせてあるっていう体格にね。で、お寺は、あ、これ、あ、お寺っぽい、これはお寺か。何これ、新鮮牛乳。泉ですからね。ああ、そっか。さんって家が多いのかな。すごい立派なお堂もあるよ。あ、もう閉まってますね。法人以外は、ちょっと今入れないみたいで、あ、そうですね、ここにとって白林寺ってことですけど、中がちょっと入れないみたいなんで、またあれですね、結構立派な感じですよね。すごい。よし。なら仕方ない。うちはそれは無理強いして取りませんよ。ねえ。それでプロモーション能力のあるようなチャンネルでもありませんからね。さあ、じゃあ、稚児塚に行きましょう。稚児塚行っても、田中の位置はちょっと気になりますけど。細いね、この辺り道が。これ車入れるんや、これすごいな。これでさっきのあれかな、マックとかがあったあたりに出るのかな。設置後の交差点ってなってますね。さっきの一つ東の筋ですね。一つどころじゃなかった。漬物小池、すげえ、漬物屋さんもある。こっちは水なすなんだ。まあ時期か、そっか。で、こっちにマークとかがあった、さっきのね、石碑の湯がそこですよね。で、この道をこうまっすぐ行くと、石碑の交差点をずーっと行くと、こっちかな。地図やとこっちってなってますけどね。あ、それっぽい1号園があるから合ってるな。で、どこだ、稚児塚。あの感じですか、こんな
でっかく目立つ感じはなさそうですからね。目立つ限り普通の農村の感じになってますからね。地図だとこの辺りの感じでしたけど、全然わからんな。ここが田中さんのファームなのかな。あれか、特に地区がいいとかそういう風な感じになってるわけじゃないのか。なんか看板が出てて、地獄とかね、書いてあるかな。これはなんだ。あ、地獄塚の案内が出てる。やったやった、合ってた合ってた。46号地獄塚、側高さ40センチ余りの自然石。あ、その地獄塚って書いてある横のやつが地獄塚なんですね。で、ここを左折。あ、ここってここ、え、どういうこと。あ、あれか。え、左折って言われたけど、これ入っていいの。完全に道なき道になってる感じですけど大丈夫かな。でもここを左折ってなってるもんな。あるあるわ、あるけど、え、いいのこれ。行っていいってなってんだから行きますけど、行ってみよう。え、でもこれ完全に沼地とかしてますからね。え、これはない。だってもう田んぼになってるもんな。いやいや、これはさすが、え、ぐるって回らんと無理やろ。もうちょっと先に道らしきものあるのかな。いや、地獄塚の地の字は見えてますからね。あそこなのは間違いないですから。あれですよね、地って見えてますよね。しかもちょっとだけ頭出してますよね。すごいとこにあるな。え、ここ渡れる？いや無理でしょ。これ完全にだって農道ですらないです。ただの田んぼですもんね。行くのこれすごいですね。え、ここまでびっくりするぐらい、思わぬ難所でしたねこれは。あとね、左折って言っとるけど左折のしようがないもんな。今まで結構道なき道を行ってきましたけど、あの獣道とかそういうのとは違って完全なる私有地感のあるところですからね。これはあれですね、ぜひこれをもしね、貝塚市の方ね、市議会議員の方とかでもいいです、市長さんでもいいですしね、見ていただいていらっしゃいましたね、ぜひこれで、ね、ちょっと行けるようにね、整備する計画とかね考えましょう。これはね、特にあの雨が続いとった後っていうのもあってね、全く行ける気がしません。これやっぱ行けるってなってる？これが水間寺ね、水間観音の、あれになってます。足元注意、自己的責任で通行してください。通行により起こった怪我などについては一切責任はありませんじゃないですか。あんな
ね、まあ、まあこういうのがあるらしいです。ここからもちょっと目いっぱいズーム使ってみましょうか。あら、うちのこのカメラの持てる全ての力を使って、うおー、ちょっと見えた。これはきつい。うわー、がー、いるね、いるけど、これは足元に気をつけても何も、うん、無理だ。だって水田の水張ってるもん。諦めよう。まあ一応ああいうのがありますよ。紹介できました。いや一応達成ですよ、多分。うん、他にいますか？ここまで来たチャンネルありますか？え、大丈夫です。